それじゃあとりあえず霊夢のところに行きましょう。あ、そういえばご主人が一人になってしまいますね。あ、確かに。まあ、月下ちゃんに聞きに行くだけだから私はここに残ってます。それじゃあ私と桜花で説得してみるわ。メリアちゃんも本調子じゃないんだから安静にしててね。ありがとう、お願いしますね。よし、それじゃあ行くわよ、桜花。そうだね。さて、今のうちにやることやっておかないとね。よし、頑張るぞ。あれからもう数日か。辛いものだな、まだ俺は立ち直れていない。ずっと迷っていた。俺だけが光の世界に戻っていいのか。いや、それを自分で判断しなければならないんだろうな。豪気、道影。そこまで悲しんでいるなら俺があいつらの元に連れて行ってやろうか。誰だ？いない？後ろだ、間抜け。お前は、暗殺組織、毒虫。まさか毒虫まで出してきたかよ。ああ、お前も偉くなったもんだ。昔一緒に仕事をした仲だったんだがな。まさか次のターゲットがお前になるとは。どうする、毒虫は戦闘に特化した戦闘部隊。人気連の中級メンバーでも大半は毒虫のメンバーに歯が立たないレベル。つまりこいつは水道よりはるかに強いってこと。でも来てくれたのがお前でよかったぜ。ああ、俺なら優しくお前をあの世に連れて行ってやれるからな。すげえよ、毒虫最弱のお前なら俺にも勝機があるって言ってんだよ。毒虫は12人で構成された組織、ナンバー10はその中でも最弱の数字だろうが。試してみるか。どうせやらないとやられるんだ、受けてたっす。心意気はよし。だが感情だけでうまくいくほど世の中甘くないぞ。霊夢。その声は石化ね。やっぱり忙しそうだね。ここ最近本当物騒なことばっかりよ。殺人だのなんだのってね。そうよね、現実世界も大変なことになってるみたいだしね。大変、あれは悪夢よ。社名丸からはどこまで聞いたの？冥界のことと、現実世界で数万単位で人が亡くなったって聞いた。それ、実際は12万4千人死んだんだよ。そんなに？私たちが冥界に行く前は1000人くらいだったのが一気に12万。つまり幻想郷も現実世界も安全地帯は存在しない状態ってことね。そっか、それならなおさら急がないとね。そういえば二人ともなんでここまで来たの？パトを直す方法がわかったんだよ。わかったの、それでどうしたらいいの？天界の霊宝山の頂上にあるオーブを手に入れてパトに戻せば。で、天界の霊宝山、あんなところにあるの？霊夢は知ってるの？まあ、天界なら異変解決で行ったことあるし。じゃあ妖怪の山も登ったの？私空を飛ぶ能力だから飛んでいけたわね。あ、そうか、便利な能力だな。それでなんでここまで来たの？それはね。なるほど、確かにあの六冥王の絶より圧倒的な力を持っているなら、今の私たちではどうしようもないわね。そう、だから現実世界で月下を姉ちゃんとお父さん、ロカちゃんに声をかけに行こうと思ってね。マリサとアリスはその後声をかけようと思ってるよ。いや、マリサとアリスも今は魔法の森周辺の警護に手一杯のはずよ。みんな大変なんだね。なら私たちのことは私たちで何とかしないとね。そうね、悪いけど今回は私たちは手伝えそうにないわ。仕方ないね、あとは私たちに任せて。それでここを通してもらいたいんだけど大丈夫かな？大丈夫よ。でも入ってくるときはちゃんと私の名前を呼んでね。入ってくるのも今はかなり厳しく規制してるからね。わかったよ。気をつけてね。なに？これ、これが私たちのふるさと。私たちがいない間に何があったっていうの？それより早く月下を姉ちゃんを見つけようよ。そうね、とりあえず家に帰ってみましょう。いた。お母さん、月下お姉ちゃん。せっか、桜花。どうしたのこれ？世界規模でテロが起きたのよ。テロ？ちょうど桜花とせっかが幻想郷に戻ったあたりからひどかった。今はどういう状態？お父さん率いる地球防衛軍が一応全世界の鎮圧に成功して、月下とロカでテロリストのリーダーの二人を撃破してから落ち着いているわ。よかった、それじゃあ今はもう鎮静化してるのね。でもそのテロリストって何が目的だったんだろう？わからないけどずっと。我らが求める新世界のために、って言い続けてたわ。それってもしかして、新世界計画、のことじゃないかしら。待って、だとしたらこのテロリストって人気連の仕業ってこと。なるほど、新世界計画、は冥界と現実世界の二重計画だったのね。冥界で奪えなかった魂を物理的に奪う、確かにそれなら正確性もある。せっかたちはこのことについて何か知ってるの？うん、私たちの方でも色々あったの。聞かせてもらえるかしら。わかったわ。
私は冥界での出来事、ユユコたちの目的、後の現状、すべてを話した。そういえばずっと気になってたことがあったんだけど。何ですか？後の配下にいる神ってどんな神様なの？ですね、美しく、おしとやかで、能力が強く、芯がしっかりしている神しかいません。美しく、みんな女性みたいな人なの。はい、私が全世界からご主人に好意を抱いてる上級神クラス以上の女神を全部集めましたからね。待って、男の神も多少はいるのよね。は、男、いるわけないじゃないですか。男はご主人一人で十分ですよ。それにご主人の配下の中に男がいたら他の女神に粗相をするかもしれない。そうなった場合、私はその男を100回は、します。この世界はご主人かの男の以下でその立ち位置を奪われたら、なんて気が楽に受けられない所有物を奪う虫は消してしまわないと。わかった、わかったよ、メリアちゃん。なんかメリアちゃんの夢を見たわ。ごめんなさい、ちょっと喋りすぎちゃいましたね。ねえ、ということはパトの配下の神ってやっぱり。全世界の女神しかいません。ご主人は、なんか女神率多いな、って言ったことありましたけど、私が全員配下を女神にしたんですよね。その方が汚れがなくていいですから。へえ、メリアさんって男性嫌いだったんだ。たとえご主人か、神界の女ったらし、と陰で呼ばれてようが私は関係ありません。え、パト裏でそんなこと言われてたの。はい、ちなみにご主人本人は女性に興味もないし、配下が全員女神というのも知りません。まあ、今はどっちにしろ記憶を失ってるから知ってるわけないよね。パト、それただのとばっちりじゃん。ええ、本当です。でも部下のやったことは上司の責任ですからね。なぜか私ではなくご主人が集めたことになっちゃいました。パト、記憶が戻っても問題は山積みね。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。